おはようございます。すごい。あ、今回は紫のつなぎですね。今回は中丸ちゃんのコーナーですね。はい、中丸ちゃんかわいいよね。ですね、中丸ちゃんってかわいいんだけど歌っちゃうかなと思ってましたけど。おお、すげえ。山形県朝日町。この果物は一体何でしょう。山形だって。遠いところなんですよ。でも広いところなんですよ。今回は山形県の朝日町というところだったみたいですね。はい、何しようかなと思ってましたけど、何を歌おうかなと思って。鏡音凛ちゃんのあの歌、トラッシュ&トラッシュという歌見つけました。あれ、めっちゃアップテンポで3分の曲だったので、アップテンポの歌があるので、いろいろあったのかなと思いました。中丸ちゃん可愛いよね。中丸ちゃん。中丸ちゃんの歌歌ってくださいって。中丸ちゃん何の歌歌いますかって、あの歌歌っちゃいますかって、あの歌にしましょうか。いや本当に鏡音凛ちゃんってすごいいろんな歌ありますよね。めっちゃいい歌ばっかりなので聴いてください。特に何て言うたらロストワンの広告とか、右肩の蝶とか、あとありますよ。あとなんていう歌ったかな。ハッピーハロウィンとか、ありますよ。他になどなど、他にありますよ、ちゃんと。はい。鏡音凛ちゃんの歌、いっぱいありますから、これ午前最後の投稿でいいでしょうか。ちょっとね、感覚あげよう。じゃあこれで終わりたいと思います。涼しくなりましたね。長袖ですけど、はい。もうすぐでね、来週で9月が終わりますね。10月で令和5年度の後半戦です。じゃあやっていきましょうか。中丸ちゃん、未知なるフルーツあけび。おお、こういう感じだったんですね。すげえ。中丸ちゃんたら。どうやって食べるの？うわ。アケビって言うんですね。はあ、中丸ちゃん、かわいいね。今回は、ここまでにしたいと思います。本当に面白かったですよ。中丸ゆういちちゃん。中丸ゆういちちゃん。中丸ちゃん、かわいいんだよ。マツコ会議がもう最終回を迎えます。8年間だったので、今月末で終わるって思ったら、今日で終わりだったみたいです。来週は何をやるのかな？来週は何を放送するのかな？わかんないですけど。いや、本当に8年間やってたのか。まあ、長かったでしょう。マツコ会議、今日最終回なんですよ。8年間やってたんです。8年間。ということで、終わりたいと思います。本当にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあね。中丸ちゃん。